私はマリ、27歳、ごく普通の会社員。彼氏のアツシは別の部署にいる同僚で、いわゆる職場恋愛をしている。ある時、大学を卒業したばかりのミナという女性が派遣社員で入ってきた。ミナが配属されたのはアツシがいる部署だった。同じフロアだし、お昼を食べる休憩室も一緒なので、ミナとはそれなりに話すようになった。そしてミナがちょっとヤバい子だということが分かってきた。ミナは俗に言うメンヘラ気味で、さらに虚言癖がすごいのだ。ミス日本に応募していいとこまで行ったことがあるとか、大富豪の家に生まれたんだけど駆け落ちしてしまったから感動されて、今は水道も止められるような貧乏暮らしをしているとか、子役やってたけど身長が伸びすぎて辞めさせられたとか、親がアル中で毎日叩かれるとか、誰が聞いても嘘だと分かるような嘘ばかりつく。でも、というわけで困ってるからお金貸してと言われるわけでもなく、高価な鍋や水を売りつけようとするわけでもない。実害がないからみんなミナと距離を取って関わらないようにするだけだった。派遣だし契約期間が終わるまで放っておこうという感じだった。でも徐々にフロアの空気は変になっていった。メンヘラは伝染するとか、取り込まれると表現する人がいるけど、まさにそうなった。ミナの嘘に取り込まれていく人が現れ始め、その人たちとミナを避ける人とでフロアが二分化されてしまった。取り込まれていった人は話を聞いているうちにミナに同情し、こんなに真剣に言っているんだからきっと本当なんだと揺れ動きながら心情が変わっていって、最終的にはミナを信じてしまっていた。そしてミナ寄りになった派閥の中に彼氏のアツシもいた。アツシはミナの直属の上司だったから、メールで相談を受けているうちにミナの妄想に取り込まれてしまったらしい。そしてアツシの部屋で会っていたある日、女子社員全員でミナに嫌がらせしてるんだってなと怒鳴ってきたので、本当にびっくりした。嫌がらせなんかしてないし、最近はむしろミナを怒らせるのが怖くてみんなへりくだってるくらいだよ。私がそう訴えても全くアツシは信じなかった。ミナと関わらないようにして距離を置いてたのは本当だけど、私がそう言うと、やっぱりいじめてたんじゃねえかといきなり殴られた。頬を拳で殴られて私は文字通り吹っ飛んだ。私がショックで動けずにいたら、アツシは続けてバンバンと2回平手打ちしてきた。謝れ。ごめんなさい。電話でミナにも謝れ。そしてアツシのスマホからミナに、本当にすみませんでしたと謝罪させられた。私はその後すぐアツシの部屋を出て、タクシーで姉のアパートへ向かった。その日は姉の部屋に泊まり、翌日もそこから出勤した。驚いたことに、出勤するとすでにフロア中に昨夜のことが知れ渡っていた。どうやらアツシが朝一番で不意調したらしい。昼休みに同じ科の忍先輩が病院へ連れて行ってくれて診断書をもらった。忍先輩の妹さんが旦那さんの暴力が原因で離婚したそうで、こういう時は診断書が有効だからと教えてもらった。私は忍先輩からアドバイスをもらい、アツシに電話をかけて、まず通話を録音していることを伝えた。そして診断書を取ったことも伝え、今後近づいたら訴えます、別れてくださいと話すと、お絵面書くなよと捨て台詞を吐かれた。その後すぐに着信拒否して引っ越した。事態が急変したのはそれから2週間ほど後のことだった。突然ミナが契約終了となり、出勤しなくなったのだ。どうやら元彼から DV を受けていたと言いふらしていたら、その元彼から名誉毀損で訴えられたらしい。その後ミナや訴訟がどうなったのかは知らないけど、ミナの味方をしていた人はしばらく気まずそうにしていた。そのほとぼりも冷めた頃、アツシの同僚や上司から、アツシも反省してるからよりを戻してやって、あの時はあいつもどうかしてたんだよ、俺の顔に免じて、というような取りなしが来た。でも私は復縁する気はなかったし、忍先輩をはじめとしてうちの部署の女性社員たちは激怒。マリさんの顔のあざのこと忘れたんですか。診断書のことも引き合いに出して、忍先輩たちは私を守ってくれた。そしてしばらくすると、アツシには新しい彼女ができたらしく、静かになった。私は男性とのお付き合いが怖くなっていたけど、
そんな私を支えてくれた高校時代からの男友達に交際を申し込まれた。しかも結婚を前提に、お互いの家族もすでに知り合いみたいなものだったから、トントン拍子に話が進み婚約した。そんなある日、職場で急にアツシに呼び止められた。俺、今の彼女と婚約したんだ。お前がつまらない意地張ってるから悪いんだぞ。まあせいぜい一生後悔しろよな。私は適当に聞き流して立ち去ろうとしてたんだけど、近くにいたアツシの同僚が、え、でもマリさんも婚約したんだよなと話してしまった。すると、はあ、お前どういうつもりだよ、ふざけんな。アツシは怒鳴って私につかみかかってきた。同僚がアツシを止めてくれたけど、私は怖くてその場にへたり込んでしまった。その日私は早退し、忍先輩に付き添ってもらって帰宅した。その後、アツシは私への言動が問題視されて退職することになった。婚約も破談となり、慰謝料を払うことになったらしい。私はしばらく休職していたけど、結局そのまま退職した。以前のことも含めて会社からも謝罪され、見舞い金という名目で少しだけどお金が支払われた。私は彼氏と結婚して子供にも恵まれ、今は幸せに暮らしている。ミナというメンヘラ女子によって職場はおかしくなってしまったけど、アツシと別れられてよかったのかも。最近ようやくそんな風に思えるようになった。